はい。皆さん、こんにちは。ワナリガルビジです。では、今回は、This is the Police 11月28日プレイをしていきたいと思います。ムラディアン。今日、欠勤、無断欠勤か。ちょっとさすがの僕も無断欠勤はしないですね。ベルモント。今日は二日酔い。まともな仕事ができないと。まあ、二日酔いか。シャイニー。ポセイドンの最後の誘惑の続編が出版されるとの噂になっているんですが、実は第1作目もまだ読んだことがないです。本もそこまで好きではありませんが、書のみんなの教養のないやつだと思われたくないので、今日は読書をするために仕事休んでもいいですか？いや、これはダメよ。なんかもうちょっと考えてよ。エスパロック。え、なしさん。バージルの妻が警察署の入り口に立ってます。そこを通る警官たちに汚職やもうすぐ始まる捜査について話をしているようです。あなたの正体をばらした方が署のためになるっていうんです。でもかわいそうですよね。バージルは警官としても父親としても優秀でした。そんな人が死んだんだから、あの人がおかしくなるのも納得。なるほどね。キメル。ナシさん、ショーはすっかりきれいになりました。あの人はトイレを含めて全てピカピカにしてくれました。そういえば前回なんかいましたよね。清掃してくれるよっていう人が。今後は洗濯バサミで鼻もつまんでトイレに入る必要はありません。ですが、さすがのあの人も天井の黒カビばっかりは取れなかったみたいです。あれはブルドーザーでもなきゃダメと。それはともあれ、署のみんなは職場が快適になったと喜んでいます。黒沢。なんだなんだ、中性レベルの変化。黒沢から信頼を得たと出てるけどさ、マジかよ。こっちはさ、黒沢に対して全く信頼してないんだけど。君のやり方について警官たちは様々な意見を持っている。君に忠実な職員たちは残業を引き受けたり、君の非公式のタスクに協力してくれるだろう。だが、君をよく思わない職員からは協力的な態度をほとんど望まない。黒沢はじゃあ俺の右腕として動いてもらおう。塊。黒沢。なんか黒沢がまともな警官の形になりましたね。おお、ペンキンもまともな警官のいでたちになったな。じゃあ今日のメンバーはこれでいこう。黒沢がまさかのね、まともな警官の姿になると思わなかったな。じゃあ射撃能力の高い人間にはもちろん銃を持たせたいので、そうなるとどうだ？ホッシーズは全てのノルが高いから、ホッシーズに戻せる必要なくて、まずキンメルは発砲を絶対持たせたいよね。で、あとはベルモントも発砲を持たせたいんで、ああ、そう、警棒が嫌い？じゃあいいよ、持たなくて。嫌いなやつに警棒など持たせる必要はないからね。あとはホッシーズには警棒とグレネード持たせましょう。ホッシーズがどれほどの実力なのかちょっとわからないからね。ピンクのチューインガムの事件か。ここに警官を配置したいな。頭のいい警官を配置したいけど。スーパーロック。黒い箱の謎。黒沢は手元に置いておきたいからな。アーロノビッチ、ローゼンクランク。ローゼンクランクかな。クランズですね。フライへの支払い。そうか、明日が期日ですね。金を大量に稼がないといけないわけだな。上がらせ事件です。酔っ払った作業員が褐色の肌の少女にしつこくつきまとっている。ここはフラワーポッツ。フラワーポッツと、あと、なんだろうな、ステルス系のスキルがある人間を常に連れて行きたいけど、ベルモットだからじゃない。ナッシュさん。すべての事例を終え、あなたのもとで働くために署に戻ってきた。私の仕事に対する欲とマニュアル通りの容疑者の扱いは、きっとこの警察署でシャープと全体にとってプラスとなる。フレッチャー。いや、フレッチャーなんていたっけ？戻ってきたとか言われたけど。酒に酔った作業員が褐色の肌の可愛い少女の近くに立って怒鳴ってる。フライデー。
お前は女神だ、愛してる、一緒に来てくれ。これフライデーって女の子。少女が迷惑しているかまんざらでもないか聞く。少女から離れるよう酔っ払った作業員に言う。黙って状況を見守る。まあまずはここ交渉能力の高いフラワーポッツが離れろと言いましょう。さすがフラワーポッツ。フラワーポッツはもう間違いないからね。ベルモントと黒沢も経験値どんどん積ませていきたいな。特別な色で示されたタスクを受けると、シャープウッドの注目すべき人物と長期的かつ双方にとってメリットのある関係を築くことができる。おお、早速やろうよ。その前に幼稚園の人ですね。バーバラ・キンブル幼稚園。なしさん、先生たちがみんな飲みに行ってしまって子供たちの面倒を見られる人が誰もいないんです。私が一緒にいてあげれればいいんですが、園長としての仕事があるので無理。手を貸していただけませんか。子供の扱いがうまい警官を一人挙げしてもらい、保護者が迎えに来るまで子供たちの世話をしてください。もちろん中には問題児もいます。でも扱い次第ではとってもいい子になるんです。もちろんベビーシッター代は支払います。加えて倉庫の中から何かいいものも差し上げます。あー、面倒見がいいか、そう言われてもな。黒沢とかはダメなのはわかる。フラワーポッツだな。フラワーポッツうまくやってくれよ。で、こっちだな。ドニー・スノーラソン。ナシさん、私はトランクルームを貸し出すのをなりわいとしています。家に置いておけないものをそこに収納するんです。自宅にスペースがない人もいれば、ポールのグッズを奥さんに見られたくないという人まで事情は様々。今日は孫が仕事場にやってきました。可愛いんですがやんちゃでね。最初は私のデスクの上にあるものを遊んでいたんですが、そうこうしているうちにトランクルームの鍵が雪だまりに落ちて行方不明になってしまいました。もちろん孫たちがきつく閉まりましたが、鍵は斜めに見つかっていません。あの後のところには行方不明の面倒でも簡単に探し出せる頭のいい警官がいると。なるほどね。で、手伝って、もういいという話。頭の切れる警官を2人残してくれと。雪だまりの中にある鍵を探してもらってください。お礼に一番上等のトランクルームを提供します。そこに何でも好きなものを向かせばいい。必要な時にすぐに取り出せるように近くに置いておくのが良さ。よかったらそのビデオデッキも差し上げます。私たち、孫たちがあれでいつもアクション映画を見ているんですが、うるさくてたまらないと。頭のいい警官だな。アールのビッチは出すでしょ。シャイニー、クレッチャー、クロサは出せないな。動け、欲しい。行ってこい。超優秀メンバーを出したからね。ナシさん、鍵が見つかったと。よしよし、さすがだね。このコンビに任せておくと間違いないよ。映画が録音されたビデオテープを受け取ったと。ビデオデッキも受け取りました。さらに1000ドルか。いやー、1000ドルじゃちょっと足りないよな。この数字の1っていうのは何なんだろう。数かな。スタングレネードを2つもらったっていう、そういうことかな。幼稚園ですね。何の問題もありません。所詮の子供、攻撃団子供もいましたが、すぐにおとなしくなって楽しく遊んでいます。さすがフラワーポッツだな。トイレットペーパーいらねー。粉ミルク、紙おむつ。20ドルはないだろう。20ドルは保護集会。20ドルってだって2000円だよ。まあ1ドル100円計算。道路に開いた穴の周りに複数の人が集まり道を塞いでいる。道路を修復するよう要求しているらしい。もうこれは最もだよ。黒沢、さらにギボールも出そう。群衆がね、暴徒化した時には狙撃手ギボールの出番が来るかもしれない。そういえばシティハンターのアニメ劇場版がやるみたいですね、来年。ヘイズルーン酒店、女が赤信号で道路を渡ろうとした息子を叩いている。どうなんだろう、そんなにいけないことの感じもしないけど。じゃあフレッチャー行ってこい。新しく加入したフレッチャー。
シティハンターはね、大好きでしたね。でミニクーパー昔乗ってたんですよ。あのサイバーリオと同じミニクーパー赤の F4 集団ですね。道路の向こう側で複数の人が手をつないで立っている。道路に開いた大きな穴の前に立つ彼らのリーダーはミリタリーコートを着たがっちりしたスキンヘッドの男。解散するよう要求。サイレンを鳴らす。動かなければアダンに落としたパトカーで、引くと殺す。まあ、ここはとりあえず解散してって黒沢が交渉してこい。人々は警官をしてさらに大きな声で怒鳴り始めてパトカーに近寄ったと。威嚇射撃、いやー威嚇射撃する。金メガ、なんか指紋が出なければいいけど大丈夫だね。金メガパワーをさらにタイタン。ビデオデッキ、ナシさんついてます。このビデオデッキは新品同様、初動にこれを置きました。テレビじゃろくな番組もやっていませんからね。アクション映画のビデオもたくさんあるし、みんなも見るのを楽しみにしています。もちろん勤務中には見ないと。これで職員の士気が上がってくれれば全然いいと思う。さて、児童虐待ですね。ヘイズルを避けて先に酔ったのがビール瓶を手に持ったまま5歳の息子の方を逆手で叩いている。全くうざいだけなんで忙しいって言ってるだろう。男の子は涙を流して動けないでいると。どうする。男に、手を出さないよう女に言うか、女を拘束すると警棒で女を殴る。警棒持ってないからね。から交渉能力高いフレッチャーなんで女にまず交渉しましょう。降伏した。さすがフレッチャー、交渉能力3だけある。そう、屋上です。ヘアサロン、美女と野獣。美女と野獣のベルカ。近所の美容サロンから大音量の音が聞こえると周辺住民から苦情。370度。これじゃあ社員に一人で行ってこい。出たー。じゃあベルマンと2人に行ってきて。シャイニーも能力高いんだけどね、結構これ多いんだよね。さて、エッセイサロンから楽しそうな行進曲が聞こえ、窓には誰かのシルエットが映っている。ドアをノックするか、裏口から中に入るか、狙撃隊員に様子を確認させるか。狙撃隊員もないんだよ今回。じゃあここはステルスだな。裏口から中に入りましょう。おお、すげえ。警官は裏口からサロンに入った。廊下にはサイレグッズバーをかませられた男が椅子に縛り付けられている。男の顔には舞台用のメイク道具で幅の広い赤のストライプが描かれており、だらしない格好の猫背の女がカミソリを持ってその周りを動いている。私があんたをきれいにしてあげるからね、とっても綺麗にねと言っているんだ。テーザー銃を使う。女を撃つ。 B の秘訣を女に教えてやる。いやーこれテーザー銃だな。519 complete。シャイニーもどんどん能力上がってくるね。サイレンサー、これは本当に助かるよ。サイレンサー、あのシューターもね、あとラッキーショット、この2つは欲しいですね。新しい手がかり見つけられずにいるな。どっちが犯人かっていうのをせめてね絞り込みたいよね。今日はもう事件は終わりかな。ビデオデッキ、警官たちは警察アクションものの映画を楽しむように食堂に集まったと。どうやら徹夜で何作も見るつもりよ。いやー徹夜でさ、トイレ削らなきゃいけないね。公然わいせつ、これ最後の事件になりそうだな。若いカップルが公園のベンチでイチャイチャしているとの苦情。男の方はズボンのボタンが開いていたわ。すぐ近くで子供たちが雪だるまを作っているという。いやだでもさ、深夜
もう日付またいでいるにもかかわらず、子どもたちがこの時間に雪だるまを作るというのはそれぞれどうなんだというのはあるけどね。まあ、ここはじゃあせっかくなので、できるだけ送って、いやー、能力の低い人間を優先的に送りたいよ。しっかり経験値を稼いできてもらおう。まあ、これで次の日出勤しないってやつらが大量に出てきたら、それはそれでどうなんだいという感じもありますけどね。ズボンの前が開いた男と長い毛皮のコートしか身につけていない女がベンチでセックスしている。いやー、これも完全にポリスっぽくなってきたね。二人に忍び寄るか、唐辛子スプレーで興奮を冷まさせるか、お二人さん 3P はどうというか、いや好きだよこういうの。ただ唐辛子スプレーを使って R の位置で対応させる。520 complete。フラーボッツもさらに上がってきたね。サイレンサーいいね。黒沢が本当にまともな警官姿になってるからね。さあ今日も警官を雇っていこう。誰を雇うかだよね。フレンチ、ホーレス、ガッツマン。ガッツマンだろう、これは。さらにホーレスも雇う。フレンチはちょっと危険な匂いがするね、65っていうのが。まあ、ただまだまだ若かったっていうだけなのかもしれないけど。さあ、明日の任務ですが、マスターズでしょ？ガッツマンはちょっと行ってよ。マガイア、キンメル。キンメルはダメか。そんな予感をしたよ。フレッチャー、ムジカ、クリムジー、ホーレス、黒沢はちょっと無理かな。アムラディアにペンギン。まあ警官の数自体はいるけどな、ちょっとな、質に問題あるよな。まあしょうがないか。はい、というわけで、11月28日プレイを終えました。いかがでしたでしょうか。次回は11月29日プレイをしていきたいと思います。というわけで今回はここまでにさせていただきます。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。